この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどの人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけど、めっちゃくちゃ強いんだ。へえ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけど、オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？うん、オラの知ってるやつの中ではかなり強い方だと思う。あとはブルマっちゅう女が来てるはずだ。ブルマがドラゴンボールを探しにオラのとこに来てから一緒に旅することになったんだ。旅に出てなきゃじっちゃんたちに会うこともなかったかもな。そうなんだ。孫くん。悟空。よ。あら、なにその子。オラの子だ。悟空の子。そうだよ。変か？こんにちは。はい。こんにちは。孫悟飯ちゅんだ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。ぎゅっ、やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよじっちゃん。はい、無天老師様。うん、さてと、わしはいつものお楽しみよ。なあ、よし。え？こいつは。へへん。あ。それじゃ行ってみっか。
悟、この子もお前みたいに強いのか？かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒るんだ。なんだろうな。